札幌の中心部を流れる鴨鴨川。鴨がいる様子からその名前がついたとも、アイヌ語が由来とも言われています。今日は川の歴史を知るウォーキングツアーの様子をご紹介します。9月27日、鴨鴨川に沿って歩くツアーが開催されました。ツアーのスタート地点は鴨鴨川の始まり、豊平川から分岐する幌平橋付近です。鴨鴨川は中島公園の西側を流れ、創成川へと注ぐおよそ 2.5 キロで、川の下流部分は町を縫うようにほぼ直角に進んでいるのが特徴です。夏には水遊びなど市民の憩いの場として親しまれています。中島公園の中を穏やかに流れる鴨鴨川、実はこの穏やかな流れにはある秘密があったんです。スクリーンがあるの分かりますよね。スクリーン、こちらが鴨鴨川の分水施設になります。公園内なんですけども、浸水空間だったり子どもが水遊びする場所があるので、たくさんの水の量が流れてしまうちょっと危険なので、地下の導水管というものを通って分水させた、そんな仕組みになっています。この分水施設から来たらまで地下に水を通して流量を調節しています。こうして人工的にいつも穏やかな流れを作っていたんです。川は中島公園の西側を通り、一部は菖蒲池へと流れます。明治4年頃は源右衛門堀と呼ばれ、木材をため置く貯木地として利用されていました。その時代ごとに池の利用方法も変わっていったといいます。これが今残ってるあの島ですね。ちょうどこちら側から橋が渡されていて、でここに迎賓館と言われていたおしゃれな建物があの島にあったと。ライオン食堂という食堂になっておりまして、この島はもともと2つあった堀の仕切りの名残だそうで、菖蒲池はその時代に合わせて形や利用方法が変わっていきました。鴨鴨川の他にも周辺の施設などの歴史をガイドが分かりやすく説明してくれるのもこのイベントの魅力の一つです。こちらの鯉なんですけど、昭和55年に放流されたと言われています。鴨鴨川の始まりからおよそ2キロのところにあるのが鯉の越冬地です。15年前まで毎年冬が近づくと、鯉を川から引き上げて越冬させる引っ越し作業が行われていました。ちょうど池見てみいただくと分かると思うんですけど、真ん中の部分ちょっとへこんでいると言いますか、深くなっているのが分かると思うんですけども、ここでも冬を越せるような対策を実施しています。現在は川底を掘り下げたため、鯉が越冬できるようになりました。非常に馴染みのある河川なんですけれども、実用的な農業とか工業とか博覧会が開催されたり、スポーツに使われたり、でそれが私たちの今の生活に関わってるんだということをちょっと気がついていただけると、自分の身近な自然、身近な町並みがですね、もっと面白く見えてくるんじゃないかと。農業や文化など時代によってさまざまな関わりをしていた鴨鴨川、わずか 2.5 キロの川が札幌の歴史に大きく関わっていることを実感した一日でした。